はい、どうも矢沢です。今回は背景ぼかしの4パターンを動画でご覧いただきたいと思います。完全保存版の内容になっておりますので、チャンネル登録がまだの方はこの機会にご登録いただけますと大変嬉しいです。ぜひともご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回は背景ぼかしの4パターンを動画でご覧いただきたいと思います。このチャンネル、数年前に背景ぼかし自由自在という動画をアップしております。でその時モデルを務めていただきましたグラビアアイドルの石川アンナさんなんですけれども、まあ、今やお笑い芸人のユッティさんの奥様になられまして、まあ、今頃お二人で若ちこしてると思うんですけれども、まあ、そんなね動画を過去にアップしておりまして、まあ、その後いろんなレクチャー動画を作る時に、まあ、背景ぼかしに関してはこちらの動画をご覧くださいっていうような形で、まあ、なんて言うんでしょう、リターンっていうんですかね、リンクを貼って過去動画でご覧いただく、確認いただくっていうことが多かったんですけど、まあ、その時の動画というのは、まあ、あくまで静止画でした。私が撮った写真をいろいろ見比べていただいて、この時はこうでこうでっていうような後から解説しているものだったんですけど、まあ、それをですね、今もうミラーレスですよね。なのでそれを設定している過程、どんなふうに変化していくかっていうところも一度お見せしたいなというふうに思ってたんです。まあ、ただなかなかその機会がなくてですね、まあ、これ言い訳ですけど、なかなか機会がなくて作れていなかったんですが、まあ、ある日ですね、過去動画を見返していた時に、あれ、これそのまま使えるじゃんっていうものが見つかりました。はい、それが何かというと、まあ、昨年末に作りましたイルミネーションの動画なんですね。それの冒頭で、まあ、イルミネーションを撮る上でやはりこの背景ぼかしに対して説明がいるなと思って、私そこで解説してたんですよ。それをこの後、完全に切り抜き動画ですけどご覧いただけます。はい、その変化していく過程っていうものも全てご覧いただけますので、まずはそちらをご覧いただければと思います。モデルは、このチャンネルでおなじみ佐々木みのりさんです。ではどうぞ。背景ぼかしのやり方、全部で4パターンあるんですけれども、1つ目は F 値、2つ目は望遠を使う、3つ目は被写体に近づく、4つ目は被写体と背景の長さ、奥行きを取ってあげるということなんですけれども、まずは F 値からやっていきたいと思います。今これ F2.8 なんですけれども、この 2.8 から5.6 にしていきます。1、2、3、4、5、6。はい、でこれを位相値を上げていきます。1、2、3、4、5、6。はい、こういう感じですね。明るさは一緒なんですけれども、背景の玉ぼけの大きさが小さくなったと思います。はい、でもう一回戻しますよ。1、2、3、4、5。はい、明らかに後ろの玉ぼけが大きくなったのが分かると思います。はい、これがいわゆる F 値でぼかすというやり方ですね。はい、で続いて今度は焦点距離、望遠ですね、使っていきたいと思います。で今は50ミリですね。50ミリで今この価格で撮っております。でこれを24ミリにしていくと玉ぼけが小さくなっていくのが分かると思います。で逆に70ミリにすると顔アップになっていって、どんどん背景も大きくぼけていく。はい、そんな感じですね。はい、いわゆるこれが焦点距離でぼかすというやり方です。はい、で続いて50ミリ、焦点距離50ミリのまんま被写体に近づいた時にどうなるかということをやっていきます。はい、このままカメラだけ近づきますよ。はい、明らかに後ろの背景ぼけ、ね、大きくなりました。玉ぼけ大きくなりましたけれども、これを逆に下がっていくと小さくなっていく。お分かりでしょうか。はい、これが被写体に近づくか離れるかで変わってきます。はい、これ3つ目で、続いて4つ目の被写体と背景の長さを長く取ってあげるというやり方なんですけれど、今佐々木さんの真後ろにある木の、ね、電球のぼけ方と、そのさらに後ろにある、電球イルミネーションだと相当後ろの方がぼけているのがわかるかなと思います。はい、なので真後ろにある、イルミネーションの方が近くにあるんだけれども、玉ぼけは小さくて、もっと遠くにある、もう50メートルぐらい離れて後ろにある方が玉ぼけがよりぼけているという、これがもうまさに背景をね、奥行く長く取ってあげることによって違いが出るということですね。なので F 値でぼかす、焦点距離望遠でぼかす、被写体に近づく、あとは被写体と
背景の長さを長く取ってあげる、これをいろいろ応用してやっていきたいと思います。はい、まあ、そんな感じでご覧いただきましたけれども、半袖の私とはねミスマッチな完全に冬の風景でございましたけれども、まあ、内容的には分かりやすかったかなと、まあ、自画自賛しているわけでございますけれども、あとですね、まあ、背景ぼかしの応用編ですね、今4パターンを独立してご説明してますけれども、これを組み合わせることによってまた違った表現ができるんですよね。でそれに関しては今意外と知らない望遠レンズの使い方っていう中でご説明しています。まあ、これに関してはちょっとまた概要欄からリンクを貼る形になっているんですけれども、まあ、背景ぼかしの4パターン、 F 値、あと望遠を使う、被写体に近づく、被写体と背景の奥行きを長く撮ってあげる、まあ、この4パターンなんですけれども、それをですね今度どうやって組み合わせていくか、それによってどういう絵作りができるかっていうことをその望遠レンズの動画の中ではご説明しております。そちらを把握すると、まあ、相当な上級者になれると思いますので、合わせてご覧いただければと思います。はい、まあ、そんな感じで今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価ボタンを、チャンネル登録がまだの方はこの機会にご登録いただけますと幸いでございます。で、あとオンラインサロンの方も私やっております。まあ、そちらに関してはオンラインスクールではないので、私が何か一方的に教えるというよりは皆さんに情報交換をしていただいたりとか、もちろん何か直接ねご質問いただければ私が直接レクチャーするっていうことも、今は100人弱なのでまだそういったことができますので、まあ、お仲間を増やしたい方、私に何か聞きたい方いらっしゃいましたら、ぜひねご登録いただけますと大変嬉しいでございます。こちらもね概要欄からリンク貼っておきましたので、月初の入会がお得になっておりますので、この機会にご検討いただけますと幸いでございます。はい、そんな感じで以上、ありがとうございました。